どうもこんにちは。再度ですね、先のビデオと同日の日のですね、夜なんですけども、ちょっともう一本、ですね、動画を上げようかなと思いました。実は先日というか、どうでしょう、10日ぐらい前ですかね、ちょっとこう、1 eBay セラーさんのですね、ひどい、梱包、でですね、結果、せっかくの、グローブがですね、めちゃくちゃにこう破損して届きましたなんていうですね、動画を上げさせていただいたんですけれども、補足としてですね、本当にですね、あんなような、ちょっとこう驚くような、ひどいですね、梱包で送ってくる、セラーさんっていうのはですね、本当にもう稀ですね。それでですね、ほとんどのセラーさんはですね、きちっとした方法でですね、梱包をして送ってきてくれるんですけれども、今日ね、ちょっとこう届いた、お荷物の中でですね、本当にこの、なんでしょう、優等生部類に入るですね、この発送の梱包ですよね。このがね、ちょっとこう、来ましたんで、ご覧いただこうかなとちょっと思います。これね、赤ランタン、200A ランタンが、入ってるんですけれども、これちょうどね、200A ランタンの元箱よりちょっと背が高いかなっていう感じですよね。で、非常に、しっかりした、新品のですね、これ段ボール箱ですね。でね、これですね、届いたんですけども、上をこう、開けたところですね、こう発泡スチロールがピシッとこう、入ってまして、このですね、発泡スチロールをですね、こう、取ったところですね、しっかりした、採寸してきちっとこうカットしてありますよね。そしてですね、こうもう一枚ここにこう、同じサイズ入ってまして、こう、さらにですね、ここ、四方八方きちんと採寸したものでですね、箱をこう、よしこうですね、プロテクトして、さらにこの3枚目ですね、また同じように。そしてね、4枚目にして、ようやくこのですね、今こうボールナットが見えてますけども、ランタンがこうお目見えする形で、きちんとですね、このボールナットのところもこんな感じでカットして、合計これ、4枚ですね、4枚、ですね、こんな 感じです。もうね、これ8センチぐらいですかね、10センチ近くありますけども、こんな感じで、ですね、ようやくこうたどり着きましてですね、でね、先ほどこれ一度ね、開封させていただいたので、実際はですね、ここのガラスグローブのところもですね、きちんとね、きっちりとこうプチプチシートで保護した状態でですね、送ってきてくれましたね。この間のひろしセラーさんの時はね、本当にですね、言葉も出ないぐらいですね、そんな状態で、動画を今ね、見ていただくとですね、かなり私自身もね、このヒートアップ、怒りのこの、なんかこう、こもった、喋り方をですね、ちょっとこう、してるのがよくわかると思うんですけども、今回はですね、本当にこれはもう、素晴らしいですね。本当に素晴らしい、梱包でですね、きちっと、こう、送ってきてくれてますよね。一点ね、補足ですけれども、
できることであれば、ここのね、グローブっていうのは、今、こう分かるように、ここ、どうしてもこういう振動が来るところですので、まあ、外してね、まあ、別箱に入れて、同梱みたいな形でしたら、た方が、まあ、さらにいいかなっていう感じですよね。まあ、いずれにしてもね、これだけ、きちっとね、やってくれる、セラさんも、たくさんいますので、まあ、一応今日はね、サクッと、そんな報告で、ですね、まあ、終わりたいかと思います。